私立百花王学園、この超名門校ではギャンブルの強さで生徒の階級が決まる。最重要人物はこいつだ。そこに転校してきたジャバミ・ユメコ。本当の勝負ですよ。そしてこの学園を牛耳る生徒会。全校生徒の皆さんに代表を選ぶギャンブルに参加してもらいます。投票しなかった場合、即刻退学。活動資金3億円を申請します。3億。この学園にギャンブルは必要ありません。生徒会に屈服することもありません。ヴィレッジ、ギャンブルでは何も救えない。君たちを助けたい。ドラマは原作 のシーズン1の続きを描いてるんですけど、映画の方はオリジナルで、本当にまた新たなゲームがいっぱい出てきて、3つ出てくるんですけど、そのうちの1つに関してはもう一からそのゲーム自体を作ったっていう話を聞いていて、あ、ゲームって生み出せるものなんだと思って読んだんですけど、本当に読んでて頭って想像ができなくって、だから現場に行ってからこのゲームとかはちょっと勉強しようって思ったんですけど、なんかいろんなキャラクターが出てきて、あ、これはまた楽しく盛り上がれそうな現場になりそうだなっていうのを思いました。新しいメンバーとメアリに関してはすごい関わっていく存在だったので、なんかここをうまくやらないと、まあ、なんかみんなにつながっていかないなっていうポジションだったので、なんかそこは変にこうみんなをつなげていく立場だったので、はあ、これどういう風にしよっかなとか、なんかちょっといろいろ考えました。やっぱり漫画が顔の表現の仕方がもう本当に他にないぐらいのその描き方をしていたので、そこは絶対に実写にしても残していかないといけないなって思ってたんですけど、やっぱり絵を超えることは難しいから、どこまで自分のその表情筋を動かせれるかが勝負だなっていうのをすごい、メアリ役ですって分かった時に、どこまでいけるかなってすごい思いました。短いシーンの撮影でも本当にこう普通のテンションから一気にガッて上げるんで、ここの持ってくまでのめちゃくちゃエネルギーを使うんですよね。だからそれで短いシーンの撮影なのに、すごいなんか終わったらすごい疲れたみたいなとかあります。今回映画でちょっとワイヤーアクションがあったんですけど、あれは本当に半日ぐらいでしたね。あとはやっぱりオープニングでダンスを踊ってるんですよ。私あんまりダンスってすごい得意なわけじゃなくて、監督が私がアクションとダンスはちょっと苦手だっていうのを知ってて、メアリは今回アクションとダンス担当ですって言われて、何の嫌がらせですかってこう言ったぐらい、なんかそう頑張れみたいな感じで託してくれるので、じゃあ頑張りますって言って、もう毎回掛け狂いはいいチャレンジをさせてくれる現場です。絶対に監督が、え、全然できるじゃん、すごいじゃんって言えるレベルまで絶対持っていってやるっていう感じです。矢本さんがもう本当にギャンブルのシーンで結構すごい動きをし始めて、でも私もペアだったんで、ちょっとこれ私だけやらないわけにはいかないと思って一緒にやったんですよ。そしたら監督が、いや今回はかっこよく撮るつもりだったんだけどって言われて、でもまあ、結局最終的にまあよくなってたんですけど、なんか
そんなつもりじゃなかったって監督に言わせたのがちょっとアクシデントでした。逆にそういう感じでした今回みたいな、なんか全然こっちはシーズン1の時のようなテンションでいつも通り行こうとしたら、そういうテーマがあったのみたいな。ヤモとユーマだから一緒にあれができるって感じですね。他の人とペアを組んでくださいって言われて、はい、じゃあセリフは台本通りです、動きはもうやってもらって自由にやってもらって構いませんって言われても、多分他の人とだとあれは絶対できないですね。ヤモとユーマっていう俳優さんと一緒にやるからこそ、昔から知っててお互い信頼し合ってるからこそできるペア芸って感じでした。やっぱり元々のメンバーもみんな出てるんで、なんか元々のシーズン1で見た時の、あの、ああこれかける狂いってこういうテンションだよねっていう、そのああこれこれっていう感じも残しつつ、新しいメンバーが結構増えたので、なんか新しい風もさらにこう吹いていて、すごい前作から見てる人も絶対に楽しめるし、新しいキャラが入ってるし、きちんとその初めの方で百花王学園っていうものが何かっていうもの自体も説明してくれてるので、ここから入る人も絶対に楽しんで見られるっていう、いろんな人を取り込める映画だなって思いました。シーズン1を見たことがある人もない人も、あの本当に笑って、そしてどこか心を揺さぶられる、そしてなんかこうゾワゾワッと鳥肌の立つようなシーンの、いろんな本当にたくさんの感情とかが詰まった面白い映画になってるので、ぜひ劇場に見に来ていただけたらと思います。さあ始めましょう。一人でも私に勝てたら全員の勝ちにしてあげる。ジャバミヤメコの話にはできない。何か裏があるに違いない。生徒会をぶっ潰す。無理だ、絶対に勝てる。負けたら2億。ありえない。だよな。だったらもっとありえない。だよな。デタラメな強さ、怪物だ。全校生徒強制参加、ギャンブルバトルの幕が上がる。かけ狂いました。かけ狂い。無駄遣いはほどほどに。